皆さんこんにちは、天然ジージーチャンネルです。本日もローカル線の駅をご紹介いたします。こちらは可愛い駅舎であります。あまりこ駅です。中に入りました。右を見てみましょう。毎度おなじみの時刻表が見えます。1時間に1本のペース、ない時もあれば2本の時もあります。こちらは運賃表でございます。反対側を見ます。バーン、かわいい壁画がありました。こちらは境港方面を見ています。駐輪場が立派ですね。こちらは米子駅方面を見ております。屋根が素敵な感じです。小泣ジジイ駅が副駅名であります。駅名板、縦書き、あまりこ、これを見るまで最初横駅かなと思っておりました。米子方面に進んでいきます。黄色いラインから後ろ、このスペースだと私のような体型でも後ろに立つことはできます。いい感じですね。本当にザ・ローカル駅という感じです。駅名板を過ぎます。あまりこ、漢字の読み方は難しいですね。まっすぐに伸びた線路、これを保つためには多くの人の努力が必要ですね。バラスが敷いてあります。境港方面を見ております。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。